フィファクラブワールドカップ2020フィファクラブワールドカップ2020決勝フィファクラブワールドカップ2020決勝はフィファが主催するフィファクラブワールドカップ17回目の大会フィファクラブワールドカップ2020の決勝戦である決勝には UEFA チャンピオンズリーグを制した欧州代表のバイエルン・ミュンヘンとコンカカーフチャンピオンズリーグを制してきた 中米カリブ海代表のウォンル、ディグレスが進出した。北、中米カリブ海代表が決勝に進出したのはこれが初めてだった。試合は2021年2月11日にライアーンのエデュケーションシティスタジアムで行われた。なお、当初本大会は2020年12月に行われる予定だったが、 コビットナインティーンのパンデミックによる影響のため2021年2月の開催となっている。試合はバイエルン・ミューンヘンが1対0で勝利し7年ぶり2回目の FIFA フフクラブワールドカップのタイトルを獲得した。またバイエルンはこの勝利によって2009年のバルセロナ以来史上2回目となる六冠獲得を果たした。2020年12月23日 決勝会場はカタールライアンのエデュケーションシティスタジアムと発表された。同スタジアムでは2022年の FIFA フフワールドカップの会場の一つである。また、当初、同スタジアムでは FIFA フフクラブワールドカップ2019の準決勝3位決定戦決勝を実施する予定だったが、スタジアムのオープンが延期されたため同大会はハリーファ国際スタジアムを使用した経緯がある。 バイエルンミューン編ンは2013年以来の2回目のクラブワールドカップ出場で決勝進出も2回目である。前回はラジャカサブランカに勝利して優勝している。また、1976年と2001年にはインターコンチネンタルカップで優勝しており、これらを含めると4回目のクラブワールドチャンピオンシップ決勝である。なお、バイエルンは 2019から20シーズンに、ブンデスリーガ、DFB ポカール、UEFA チャンピオンズリーグで優勝。2020から21シーズンには、UEFA スーパーカップと DFL スーパーカップで優勝しており、この試合に勝利すると、史上2回目の3冠お及び国内とコンチネンタルのスーパーカップ、FIFA クラブワールドカップの6冠獲得となる。なお、 初めて6冠の偉業を達成したのは2009年のバルセロナである。バイエルンは今大会開催前にレオン・ゴレツカとハビ・マルティネスの2人が新型コロナウイルス検査で陽性となりチームを離脱。決勝戦直前にはトーマス・ミュラーも検査で陽性となり出場を回避している。また、ジェローム・ボアテングも個人的な理由により決勝戦を前にチームを離脱しており、 主力メンバー4人を書いて決勝に挑むこととなっている。一方、ウォンル、ティグレスは、コンカカーフチャンピオンズリーグ2020に優勝して、初のクラブワールドカップ出場を果たしており、決勝進出も初めてである。コンカカーフチャンピオンズリーグでは、過去5年間に4回決勝進出しているが、過去3回はいずれも、決勝で敗れて、準優勝に終わっている。また、ウガル、ティグレスは、 南米のクラブ王者を決めるカップ戦、リベルタドーレス杯でも2015年に準優勝している。なお、コンカカーフチャンピオンズリーグでは2020年のボンル、ティグレスまで15年連続でメキシコのクラブが優勝している。試合は一進一退の展開で立ち上がる。18分、ゴール前20メートルからのバイエルン・ミュンヘンのヨシア。 君ヒのシュートが、ゴールネット左下隅を揺らした。しかしながら、VAR の確認により、オフライドポジションのロベルト・レバンドフスキがオンル、ティグレスの GK ・ナウエル、グスマンの視界を遮ったとして、この得点は無効となった。34分、セルジュニャブリの、コーナーキックを受けたレロイ・サネが素早くシュートを放つが、このボールはクロスバーを叩き、前半は、スコアレスで終わった。 59分、ロベルト・レバンドフスキのヘディングシュートは、GK グスマンがクリアするが、クリアボールが、ベンジャマン・パバールの足元へと転がり、パバールのシュートは、ゴール中央へと吸い込まれた。当初、エステバン・オストジッチ主審は、オフサイドの判定を下すが、VAR 確認後、一点この得点は認められ、ついに試合の均衡は破られた。その後もバイエルンが試合を優勢に進め試合は一。 対0で終了。バイエルンは2013年以来のクラブワールドカップ優勝を果たした。バイエルンミュンヘン V1 ルティグレス。ありがとうございます。